ど。モールスチャンネルです。今日は仲のいい友達とバイオリンでクリスマスソングをたくさん弾いて過ごしました。楽しかったです。MC の JN3GGF カオルです。講師はコウさんにお願いしてます。JI3ICY コウです。よろしくお願いします。お願いします。今日は更新の後に発行する QSL カードについてですね。QSL カードは更新証明書ともいい重要なカードになります。したがって QSL カードに書く内容は一定のルールに従って正しく書かれていることが必要です。はい。最初は To Radio の項目ですね。ここには更新した相手局のコールサインを書きます。よく相手局の名前を書いている人がありますが、これは正しくありません。次に JAL の転送枠です。ここは転送する相手局のコールサインを書きます。したがって通常の更新の場合は、To Radio と JAL の転送枠には同じコールサインを書くことになります。DX の場合では、QSL マネージャーへ送る場合は、枠外にバイアと書き、QSL マネージャーのコールサインを書きます。次は、Confirming our QSO の意味ですね。Confirming our QSO は、確かに更新したという意味になります。これが書かれていないと、QSL カードの役割を果たしません。日本語では、帰局と更新しましたという内容を記入してください。次は、更新年月日ですね。更新日は西暦で書きます。元号は日本の局しかわからないからです。月の表示は、JAN、FEB、MAR のように、3文字の略で書くのが、わかりやすいです。月を数字で書くと、日と区別がつきませんので、3文字表記をお勧めします。日付は米国式と英国式があり、これはどちらの方法でも構いません。次は更新時間です。更新は昼夜を問わず行われますので、24時間方式にします。午前、午後や AM、PM は一般的ではありません。8時9分など一桁になるときは、0を加えて G 分をそれぞれ2桁にしておきましょう。国内局は日本時間で、海外局との更新は世界標準時で記入します。JST、UTC のどちらかを抹消するか、丸印をつけておきましょう。次は信号強度です。FM、SSB などは、了解度と信号強度で5、9のようになります。CW は音調が加わり、5、9、9のようになります。次は周波数です。更新した周波数をメガヘルツ単位で書きます。キロヘルツ単位まで詳しく書く曲もありますが、メガヘルツ単位で十分です。次は、2-way ですが、これはどういう意味なんですか？ここで言う2-way は、2曲ともという意味になります。お互いが更新したモードを書くことになります。モードは A3J や A1A と書いている曲がありますが、これは日本の電波法で定義している電波形式で、日本の曲しかわかりません。QSL カードには SSB、CW のように世界共通のものを書きましょう。そうなんですね。はい。それでは今日はここまでになります。
ありがとうございました。